羽生結弦さんの離婚が波紋を広げています。8月に結婚を発表した羽生さんの妻が誰なのか、 SNS 上では国民的アイドルグループの元メンバーとか世界的ピアニストとか高校の同級生など様々な憶測が飛び交いました。そんな中の9月19日山口県の地方紙日刊新秀南はそのお相手を実名で暴露報道。これにより席を切ったようにメディアも実名で報じ始めました。家柄や顔写真にとどまらず別居生活との情報まで飛び出し、羽生さんが発表したようにこうした背景が離婚への一因となった可能性は極めて高いですね。かたやメジャーリーグの記者投票による2023年の MVP に大谷翔平選手が2度目の満票受賞となりました。これは史上初の快挙でしたが、受賞の様子を中継していた映像で大谷翔平選手が犬を抱いていることから、この犬に世界中の注目が集まっていますが、犬の名前を非公表だったことからマスコミも犬の名前を伝えませんでした。人間はプライバシーを無視され名前暴露で離婚、犬のプライバシーは守られています。この報道してクソマスコミと言われても仕方ないよね。